会くださいませ。Thank you.
の楽しさが伝わりますよう、部員一同一丸となって精一杯楽器を奏でさせていただきますので、最後までご声援どうぞよろしくお願い申し上げます。
常若国体三重常若大会のイメージソングとして作曲されたのが未来に響けです。この曲の初演、レコーディングを当吹奏楽部が担当させていただきました。この曲には歌とダンスもついておりますので、本日は歌とダンス付きでお楽しみいただきます。そして特別ゲストとしてマスコットキャラクターのタコ丸もこの会場に遊びに来てくれています。この未来に響けの曲、歌詞、ダンス、マスコットキャラクターのタコ丸を覚えていただき、2021年の三重常若国体、三重常若大会を大成功させましょう。そして未来に響けに続いてお聴きいただきますのは、 NHK 朝の連続テレビ小説夏空より、日本のロックバンドスピッツが歌った優しいあの子です。それでは未来に響け優しいあの子をごゆっくりお楽しみください。Thank you.
のねぶた祭りに負けないくらい威勢よく演奏したいと思いますので、会場の皆様も手拍子で演奏に参加していただきたいと思います。それではカッポレねぶたをお楽しみください。Thank you.
今後とも三重県立白穂高等学校吹奏楽部をどうぞよろしくお願い申し上げます。